河津聖三郎は日本の俳優。本名は中島誠一。旧芸名に河津聖一、河津四郎。番妻、立花、ユニバーサル連合映画で映画デビューし、牧野プロダクション遺跡後は沢村邦太郎に次ぐ若手時代劇スターとなった。その後新興キネマに入社して、男優の看板スターとして多くの作品に主演し、戦後は、 個性派の脇役として活躍した。主な出演作品に、首の座、二郎朝三国史シリーズ、用人坊など。妻は、女優の高津恵子1908年8月31日、東京府東京市日本橋区柿柄町に生まれる。浜町で町合いを営んでいた父、吉和と母、浜の養子である。東華小学校を卒業後、生息英語学校に入学。 俳優を志すが養父母に反対されて、家出をし、地方巡業の一座に入る。その後、吉野二郎を知って、連鎖劇に出演した後、新派の村田正夫の門下となる。1925年6月、村田が亡くなったため剣劇の赤獅子を一座に加入。翌1926年5月に、渦政のバンドを妻三さぶろうプロダクションに入社。 同年9月にバンツマプロは、バンツマ、立花、ユニバーサル連合映画として、新発足し、その現代劇部に所属する。河津誠一を芸名とし、1927年に、同社第3作の、聖画で、映画デビュー。ひばり、金納土地などに出演するが、同年5月にバンツマプロが、ユニバーサル社と提携を解消し、現代劇部は解散。 そのため1928年に、発足間もない可愛い映画制作者に、同社撮影所持長の沼井春信に招かれて入社する。この時芸名も、河津四郎に改名し、黒上像氏、運命ルンなどに出演する。同年6月、河波良太の仲介で、牧野プロダクションに入社、河津聖三郎と改名する。牧野プロは前月に、片岡知恵蔵。 嵐貫重郎ら筆頭スターが相次いで脱退し、その補強に大笑わであった。同社での第一回主演作は稲葉水知事監督のセムシの兄貴で、続いて旗本五人男などに出演して主演スターの地位を確保した。さらに牧野正弘監督の浪人街第一話美しき獲物首の座で大役に起用され、後者では、 殺人事件の犯人にされながらも、無実で、罪が晴れるのを待ち続け、ついには、冷酷な関係に処刑される、不幸な庶民を演じて、スターの座を確立。作品もキネマ順法ベスト10第1位に選ばれた。1930年9月、帝国キネマ時代劇部へ展示、赤垣玄造、白絵角みなど多くの時代劇に主演。 1931年8月に三角犬が、進行キネマと、改組されてからも、三人の相馬大作、元禄度太平記のほか、賃貸から来た女、十二回下の少年たちなどの、現代劇にも出演する。やがて進行キネマに、岡田時彦、高田実、小杉勇、月形隆之助らのスター俳優が、相次いで入社すると主演作が極端に減るが、 1935年に、現代劇部がうずまさから東京撮影所に移転すると、筆頭俳優として参加し、高田実に次ぐ新興キネマの現代劇スターとなる。1937年に、高田が PCL へ移ってからは、男友人の一枚看板となり、看板女優の山路文子とのコンビで、溝口健二監督のアイオン郷、アーコ郷などに主演する。 1940年、現代劇の革新を叫んで、菅一郎、清水正夫、田中春夫らと、新興キネマを退社して第一教団を結成、フリーランサーとして、南坂に映画の、南風高境楽や、松竹の、元禄中心蔵後編などに出演する。1942年、第一教団ごと、東宝映画と契約を結び、南海の花束、 翼の外科などに重要な役所で出演。この間に4ヶ月間軍務に就く。戦後は1948年に菅井、藤原鎌足らと第一教団を再結成し、フリーとして各社の作品に出演する。サブリ新監督の執行猶予、吉村幸三郎監督のミセレル清掃、黒沢明監督の用心棒など。 戦後の出演作のほとんどは助演だが、牧野正弘監督の、二郎長三国史シリーズでは、主役格の大成役で、全シリーズに登場、東映の、魚オガの石松では、石松役で主演して、その滑稽な演技で好評を受け、河津主演で、計六本のシリーズが作られた。1954年には制作再開した日活に、 男友人の筆頭俳優として迎えられ、雫の一平シリーズに主演した。50年代後半からは脇役へとシフト。娯楽映画への出演も多く、岡本喜八監督の暗黒外シリーズ、東映人況映画、テレビの時代劇、刑事ドラマでは、黒幕的な巨悪や敵対するヤクザ組織の大親分など、大物悪役として存在感を見せた。 1983年2月20日午前11時55分、口頭がんのため入院先の東京医科大学病院で死去74歳遺没。坂東つまさぶろうプロダクションには、サンバガラスとか、四天王、十建士などと呼ばれた絡み役がおり、河津はつまさぶろうの絡みの中で最も多く用いられた一人だった。1929年の首の座では、 なかなか役の感じがつかめず苦しんでいた。立ち回りは素晴らしくうまかったのだが、演技的芝居をつけるとどうしていいかわからなく、なるらしかった。恋人が激しく止めたのに自殺してしまい、途方に暮れるという場面だったが、牧野正宏監督の、芝居するなとの指示にもかかわらず、力んでしまって、どうにもならない。前に、仕出しが入ったところで、河津が、 ぐっと息を詰めるので、牧野監督が、違う。気張るな。と怒鳴った途端、緊張した河津は一発、へをしてしまった。役を下ろされると思った河津は、ああ、と、牧野曰く、何人とも情けない、アホーみたいな顔をしたのだが、三木実は、この気を逃さずキャメラを回し続け、河津の、この表情を、すっかり撮影してしまい、さっさと次のセットに移っていった。 この時、への音は聞こえていたがスタッフは、一生懸命で誰も洗わず、うまいこと芝居し女と思ったくらいだった。が、河津は、牧野と三木を追いかけ、へを浴びながら取り直しを頼んできた。牧野監督が、アホンだれ。お前、もう一遍へ出るか、よし出たとてあんないい芝居できへんて。よかったなぁ、大きに、大きにとねぎらうと。 呆然とした後、河津は泣き出してしまった。後で、ミキキャメラマンは、牧野監督に、大きいへこきやがってなあ。へこいたらええ芝居になった中野のは、ちょっと珍しい役者やでと感心していた。河津は後年まで、これを覚えていて、牧野と、あんたみたいに意地の悪い格好のつかん監督はなかった。いや、そやない。お前ほど下手な役者はないで、へこいたら、芝居ができた。 結体なヘみたいな役者やったぜ。と、互いに冗談めかした会話を交わしている。完成後、この映画で、河津は演技証文だと高く評価され、その後大スターとなったのである。左から清水正夫、河津聖三郎、山地文子太地の題名は、キネマ順法ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。